尾崎みたいには映らないかもしれないけど、これ田島さんの写真で、田島さんの、あのアートディレクション。かっこいい。まあ、どうでもいいんですけど。いや、いいよ、いいよ、そんなです。皆さん、ぜひ買ってください。僕との対談も入ってます、ね。あ、そうです。あ、そうなんですか。たまたま中に、そう、田島さんとの対談も入ってます。すごい。そうなんです。で、今日は、はい、あの、なんていうかな、こう、今まで伝えられてる尾崎は、また、あの真実のところはあるんでしょうが、とにかくこの2人プラス僕が自分で言いますけども、一番身近にいたんです。だから今日は他の番組ではありえない尾崎、裸の尾崎をちゃんと皆さんにお伝えしたいなと、そう思って、今日はやろうと決めたんです。でもそれってすごいことですよね。なんか今まで健丈さんが尾崎豊さんをやられてたことはお話聞いてたんですけど、でもあの尾崎の話はしないでくれみたいな感じじゃなかったですよ、ずっとそうです。もう曲を聴くのも嫌だみたいな感じでしたよね。だから私今日この回のをやるっていう連絡が来た時に、あれ健丈さんなんか変わったのかなって思ったんですよね、やっぱり。でもさ、人生あとそんなに長くないなと思うし、もうどっかで語らなきゃいけなくて、だったらこの二人と語りたいなと思ったんですよ。なるほど、びっくりしました、はい。それでね、話はガラッと変わって、この番組って2時間長いもんですから、時間つぶしというかそういう魂胆もありましてですね、大石恵里の第一印象トークっていうのがあるんです。すいません、ね、第一印象で どういう人だと思ったっていう、ね、でこれが当たってたり当たってなかったりするんですけど、基本的には黒大石の側面が出るんです。だからちょっとムカッとするかもしれませんが、ぜひ聞いてください。じゃあ須藤君から言ってください。そうですね、須藤さんは本当に頭が良さそうで、東大だから言ってんだろ。まあそれもありますけど、でも東大の英文科とかちょっとなんかよくもう本当わかんないあのくらいの方なので、あの頭がいいっていうのは別にそれだけで言ってるわけじゃないです。あの本を読ませてもらったりとかもして、あの本も読んだの須藤君。はい、すごいね。君変なタレントだね。え、まあいいや。で私あのラフォーレの、展覧会尾崎20ってやつたまたま行っていて、でそれも須藤さんがやられてたんですよね。うん、まあ僕がやってたっていうわけではないですけど、まあプロデューサーだったのかな。やってたじゃん、プロデューサーなんだからやってた。そう、はい、だからそれを知って、わ、今日あの時に行った尾崎豊店のそのプロデューサーの方と2時間も話せるんだって思ったら、ちょっと緊張しちゃってて。それって外枠を言ってるよね。はい、で会ってみて、でもあのさっきご挨拶した時にやっぱりなんだろうな、こう、すごい方っていう、もう私のレッテルもあるんですけど、なんていうのかな、ちょっとこう簡単には心を開いてくれなそうな感じはあるなと思いました。なんか黒大石になってないね、お前ね。そうですか。白大石じゃ、持ち上げてるだけじゃん。そうですか。なんかあれだったんだね、ずいぶん尊敬してるんだね。はい、はい、だって好きなんです、本当に。で誰を、須藤君を、尾崎さんをです。尾崎さん。なんか反論その他感想ありますか。いや、なんかもっと正直に言ってもらってもね、脱北者みたいだとかなんかそういう。そういう感じはあるよね、ちょっとね。あるんですよね。そういう感じはある。職質とかされます？え？職質とかされます？職質はされません。よかったです。え、でももうちょっと知りすぎているので。お、そうなの。はい、はあ、びっくり。須藤君って有名なんだね。はい、すごいね。はい、あ、そう、はい。じゃあ田島さんは、田島さんは田島さんの作品写真とかを見させてもらって、
あの写真集もそうですけど、あと他の作品とかも見させてもらったんですけど、なんか作品を見るとすごくエッジが効いていて、なんかザ男みたいなイメージがあったんですけど、さっきメイク室でご一緒してて、でそしたらなんかあのメイクさんが女性のメイクさん3人いたんですね、で結構なんか褒められていて。何を褒められてるの？髪質とか。あ、そう。そうそう、髪質が綺麗だとか。70歳だからね。そう、なんか髪の色が綺麗とか。髪の量も多いしね、褒められて意外となんかヘロヘロしてたんであ、そんな怖い人じゃないのかなと思いました。あ、そう、はい、どうですか、反論とか感想とか。反論っていうか第一印象は頭が良さそうな人だなと思いましたね。あ、こっちの第一印象に、ね、僕の方、はい、ありがとうございます、なんか それが第一印象です。お、君は田島さんのことも、じゃあ十分に知ってたわけ。だって私はこの写真集持ってますから。お、で誰かのコレクションっていう、これも読みましたし、これ僕が尾崎の最初の、僕が出した角川書店で最初の本なんですよ、20歳になる前に出したいって。これほとんど全部俺は編集者の仕事を何もしないで田島さんが、アートディレクションして形も全部考えて、中身はほとんど須藤君がやったっていう本なんですよ。でも本当なんかこれもそれもそうですけど、すごく昔のものなのに、なんか今見ても新しいものみたいな。新しいですよ、これかっこよかったもん。今までの本っていう概念を全部壊してんだもん。で、あの帯を取っちゃったらば日本語なんか一つもないんだから、サンボでビップスアクラクション、ね、豊尾崎、かっこいい、かっこいいですよ。中もすごいかっこいいですよ。皆さんに聞きたいんですよ、逆に。ちょっと私の第一印象トークなんですけど、皆さんがその尾崎豊さんに初めて会った時の第一印象はどんなだったんだろうって思った。あ、それはもう聞いてみよう、どう思ったの。覚えてますか。初めて会った時っていうのはオーディションなので、それはあまり印象がないっていうか、いや、たくさんの人がいたのでね。でもなんか自分が担当になったっていうんで初めて会った時は、まあ、1対1で会ったので、その時の印象はやっぱり一番思ったのは顔が綺麗だなと思いましたよね。綺麗だよね、確かに。それが最も印象的な。音楽的にはどうだったですか。 あんまりこう打たれるっていうのはなかった最初は。これだから健二さんさっき言ってたけど、本当の話しちゃっていいんですよ、ね、いいんです音楽的にはイメージだなと思いました。最初はね、最初はやっぱりものすごくアマチュアっぽかったし、あのこんなになる今だから育成期間っていうのがやっぱり半年とか1年近くあったのかな、その中でどんどん変わっていったけど、一番最初はやっぱり本当に自分で書いてんのかなこの人っていうぐらいの感じだったですけどね。何をオーディションの時は歌ったんだっけ。いろいろ歌いましたけど、街の風景っていうのはすごくいい曲なんですよ。まあ、それだけがだから本当に自分で書いてんのかなと思ったっていうのは、その曲があまりにも出来がいいっていうか哲学的な詩だったので、そう思ったのと、あとはダンスホールとか、ダンスホールも大人びてるし、なんかこの人本当に16、17でこんな詩書くのかなと思ったり、あとはちょっと歌謡曲っぽい詩っていうのかな、ラブソングみたいな感じだったので、作品にものすごく惹かれるというよりは声質がいいなと思いましたけど。じゃあその時はこんな風になるとは思ってなかったんですか。思ってないですね。レコードが出来上がって、今から思うとその17歳の地図っていうのはとんでもないアルバムなんですけど、まあ売れるとは思わなかったですね。僕はあの売れるとは思わなかったっていうのは、全然売れ線のレコードじゃないので、当時はね、要するに一番売れてるのは当時のそのアイドルっていうかタヌキントリオみたいなものがあのメインだし、同じ時期に出てたのは渋垣隊とかね、あのソニーでいうとそういうようなものだし、
シンガーソングライター系っていうのは あまりいなかった時代だったので、やっぱり現役の高校生がレコードを出したっていう話題以外は、まあこれはそれこそ田島さんと話して、ファーストアルバムにはその綺麗な顔が全くないんですよね。ああ写真を全く使ってないですよ。確かに写真なかったかも、ジャケットに。 それはだからプロデュース的なことの一つなんだけど、田島さんと話をして、なんかその田島さんがその塀から飛び降りてるっていうイメージを作ってくれて、それもシルエットに しようっていうこと で、2枚目の回帰線っていうところで初めて顔を出すんですけど、1枚目は全く写真がないんですよね。だからそれは特に CBS ソニーっていう、まあ、アイドル中心の会社だったので、これ顔を出してしまうとちょっとポンと押さなきゃいけない感じなんですけど、これきっと誤解されるだろうなって。ああなるほどね、はい、だからあの超有名歌謡曲のプロデューサーの、まあいいか、酒井さんがあの子いいわねって言ってるって噂も聞いて撮られたら、それはなんて言うんでしょうね、郷ひろみみたいになっちゃう可能性があるじゃないですか。郷ひろみさんは悪いって意味じゃなくて、郷くんもすごくいいんですけど、でもまあだからアイドル系になっちゃうっていう、なっちゃう可能性はありますよね、レコード会社としても、うん。でも僕は当時田島さんと仕事をし始めていて、こう新人をやるんだけど、まあ、ジャクソン・ブラウンが好きだっていうような人だったので、田島さんになんかそういうイメージのビジュアルを作ってほしいなっていうのを、うん、ニューヨークかなんかでね。あ、そうですね。それはもう曲とか聴く前にもジャケット決めてたんですよ。セブンティーンズマップっていうタイトルで。あ、そうなの。まあ、もちろんその背景にはそのまだ高校生だとかね、そういうちょっとプロテスト的な一種のイメージもあって、もうだからイメージだけですけど作っちゃってたんですよね、17歳の時。自分の頭の中で。そうですね、初めて会ったのはいつなんですか、須藤君が連れてきたわけ、うん。ね、ちょっと時間があったんですけど、一番の写真を出してほしいんですけど。一番の写真出してください。もう僕は尾崎君がもうレコーディングを始めてて、それでこれだ、はい、あ、若いね。でも初々しさがありますね。で、あの須藤君に紹介される時、彼はテレビゲームに夢中になってて、こう後ろ姿でもこんなことやってて、それでインベーダーゲームです。そうですね、だからそこに、いや、まあ、行ったわけですよね。それで尾崎って言って立ち上がって、まあ、この感じだったんですよ。これちょっと珍しい写真だと思うんですけど。そうね、珍しいね。少しアップにしてもらうと、なんか素顔がよく出てるね、うん、チャーミングで、まあ、須藤君と一緒で最初はアイドルっていう、だからこの後結局僕たちはちょっと作り込むっていうか、ちょっと2番の写真にしてほしいんですけど、てか笑ってる写真、これいきなり2年後なんです。かっこいい。だからかっこいい、ものすごい勢いで成長するし、 そうだね、その尾崎豊っていうのを本人が作り込んでいくっていう感じでしたね、うん。でも笑ってる写真を見たの初めてだ。そうだね、実は笑ってる写真ないですよね、うん。そうだね、まあ、それをなんか田島さんと話して、まあね、人間だから笑うこともあるんですけど、うん、ていうか特に健二さんは知ってると思うけど、尾崎さんって割と笑うじゃないですか、冗談で。でも笑ってる写真は、まあ、出さないでおこうって決めて、ね。こっち側のねプロデュースがすごいんですよ。確かに、うん、モノクロしか出さなかったりとかね。いや、もう不用意に笑う男だな。まあ普通の人よりよく笑うくらいの人だったですね。うん、そうなんです。で、田島さんの印象はどうだったんですか。だからまあどう考えてもそういう最初アイドルっぽく見えたんですが、レコーディングをしてる曲がハイスクールロックンロールだったかな。で、まあ声の良さに驚きましたね。なんか澄み渡るような声で、でロックじゃないですか。まあ、それはびっくりしましたね。びっくりしてたから、須藤君が
この曲何って言ったら須藤君がセーラー服と一晩中とかって言うんですよ。それそうだと思ったんですよ。その時この人本当になんか綺麗そうな目をしながらそういうこと言う男なのよ。だからぼーっとしててセーラー服と一晩中って曲なんだと思ったんですよ。しばらくして英語なんだって気がついたんですけど、つまりすごい衝撃を受けたんですよ。その曲のかっこよさとあのそれこそ声質ですね、まあ、いろんなこと含めて、うん、それはちょっとギャップがありました。かたやアイドルっぽい形をしていて出てくる音はすごいロックだっていう。ああなるほど。僕はねこの2人より相当遅れてるんですよ、うん、2年ぐらい遅れてると思うんですけど、はい、僕が俺だけと会うのは。じゃ僕は単純に新宿の街を歩いてたんですよ。したらまだレコードの時代で、はい、レコード屋さんからスクランブリングロックンロールとそれからチリーが流れてたんですよ。ですごいわこれ何これと思ったっけ。このこうなんていうかな切なさのため方は尋常じゃないと思ったの。特にシェリーで。でこの人のこの人が誰か確かめなかったら僕は後悔すると思って、でレコード屋に入って誰ですかと今かけてるので、尾崎豊ですって言われるんですよ。ですぐアルバムも買ってで聴きまくるわけですよ。でやっぱどうしても会いたくなるわけだけど、この二人みたいにもともと作ってるわけじゃないから単なる通行人として出会ってるわけだから、だから事務所にマザーっていう事務所に、そう角川時代マザーっていう事務所に手紙を書くんですよ。それでとにかく会わせてほしいと。で全然ダメで何度電話してもダメで、で何て言われたかっていうと、あなた本を作りたいんでしょって。そりゃそうだよね、本を作るっていう以外に会いようがないわけだから、うん、あなたで7社目ですって言われるわけ。他の社が講談社とか小学館とかいっぱい来てますと、あなたは7社目ですって言われる。それでも粘りに粘ってやっと会えたんです。それが六本木のステーキ屋さんなんですね、和田門っていう。その時ほとんど喋らなかったよ彼。佐藤翔平と2人で向こうはマネージャー、佐藤翔平ってマネージャーなんだけど、で俺は とにかく美味しいものをご馳走して認めてもらいたいと思うから曲の感想をブワーって言うわけですよ、うんうん、でまあコンサートも行っていたのでコンサートの感想とか言うわけですよ。何にも答えない、えへらえへら笑ってたり、なんか他のところに気を取られてたりして、うん、俺すごい傷ついて、うん、そうなんですよ。あこの人俺のことあれだなと見透かしたなと思ったんですよ。でまあとにかく俺は言いたいことは全部言ってで帰るってことになったんですよ。でダメだなと、通じなかったと、この人には俺が薄っぺらなんだなと思って和田門を出たんですよ。下雨が降ってたんですよ。でその店は通りよりちょっと引っ込んでたんですよ、うん、人尾崎の突然健二さん僕タクシーを拾ってきますって言って通りに出てタクシーを誘導してくれて僕を乗せてくれたんですよ。それが唯一の僕の希望になったんですよ。でもそれから1週間後なぜか事務所から電話があって、他の前の6社を飛ばして尾崎はあなたとやりたいと言っているとって言われて、この誰かのクラクションが誰かのクラクションができる。そんなで、もう嬉しくて、でも僕はノーアイデアで、このフォーマットっていうかこの本の全体像は全部田島さんが考えたんだ。それで須藤君に直接こういう英語を書いてとかこういう詩を書いてって全部田島さんが頼んで、この二人が合作でできたようなもんですよ。もちろん尾崎はドローイングをしてたり、それから尾崎の写真を撮ったんですよ。パラロイドね、パラロイドで撮ったんですよ、うん、こんな今でも新しい本ないですけども、まあ、角川書店の本なんでどこでもいいんですけどでもすごいリアルでしたよね、うん、なんかこう女性関係とか、例えばこう彼が自分で DV だったことを書いていたりとか
すごい生々しい。生々しいんですけど、これは誰かのクラクションっていう、何でとラジオ、ラジオ東海ラジオ、東海ラジオで唯一彼は、だから彼らと事務所のこの2人と事務所の作戦もあって、こうなんていうのかな、そういう芸能戦線に出さないっていうディスプロモーションみたいなことで彼をなんていうかな、伝説化していくっていう方針を取ってたわけですよ、うん、言葉が悪ければ訂正してください、うん、で東海ラジオで加藤よさおっていうプロディレクター、あれプロデューサーか、ディレクターですね、ディレクターの下で誰かのクラクションっていう尾崎がパーソナリティの番組をやってたんですよ、うん、これも考えたなと思うんだけど、名古屋っていう、まあ、東京から見れば地方のラジオ局だから大通りに出てないわけですよ、うん、だからファンはチューニングしながらこう聞くわけですよ、うん、そういうあのなんていうの、売り方をしたんですよ、うん、2人と事務所は。でこれがあったんですね、この原稿があった。だからあれは尾崎が書いたものだけど、これに載ってるのは一応ラジオ番組用に書いたものなんですよ、文章、で本当はエッセイを僕はやるつもりだったんですよ、うん、でも全くできないんですよ、何度あのヒルトンホテルに缶詰にしても全く。でもうで、しかも本人は二十歳の誕生日までには出したいっていうから、間に合わないよってどうすんのっていう最後の策が、あのラジオ番組を本にしようってことなんですよ。そうなんです。それで、ね、しかしかっこいいじゃない、サンボディビープスがクラクションなんて。えこれって何が違うんですか、この2冊は。あ、いや一緒ですよ、ただ帯を取ったのと帯がある、 あるやつで、だからこれとこれ同じですよ、ただ帯を取ると日本語はないっていうだけです。 だってさ、君には僕には君のクラクションが聞こえるってかっこよすぎない、心はあの僕には君の心のクラクションが聞こえるってかっこいいよね。須藤君がさっき言ってたけども、えこいつがこんな詩書くのっていう詩を僕にもいくつもよこしてんだけど、すごい哲学的で難解だけど、ちゃんとなんていうのかな、自分のものになってるんですよ、これびっくりしますよ、っていう、なんだろう、もう一人尾崎がいたのかなと思うぐらいに思うほどだったんですよ。でもこれがまた爆発的なベストセラーになって、これ作ってる時って思い出あります、誰かのコレクション。覚えてます。覚えてる、覚えてる。あ、今健二さんが言ったみたいに、尾崎豊っていうのは要するに彼が作品も含めて日本語で説明するとちょっとやぼったい感じになるんですよ。だから田島さんはデザイン的な意味でやっぱり英語の方がいいわけじゃないですか。だから本だけじゃなくて、これレコード見たってどこにも日本語がないですよどこにも日本語がないですよ。まだ分かんない人分かんないんじゃないですか。それは田島さんの意図なんだ。そうです。えちょっと待って、見てもいいですか。どこにも日本語がないですよ。だからこれは田島さんがやっぱデザインするのは英語の方がいいっていうし、じゃあ僕ももともと英文化じゃないですか、だからじゃあ AC 書いちゃうよって言って、で尾崎さんが出した言葉とかからインスパイされたり、そのまんま英語に直したり してるわけですよ。だから曲のタイトルもなんか15の夜なんて言っててもザ・ナイトとかってなってるんですよねもう今から言うと、だからこれ押した方がいいかもしれないけど適当なことしてんなっていうでも本当だ、面白い。いやだからね、このね2人がね、あの噛み合わさらなかったらば、ちょっと違う尾崎になってた、なってましたね。まあでもロックの様式美ってありますよね、うん、やっぱり最初にパッと見た時、この人はフォーク系なのかなんかっていう時、僕はすごいロックだと思ったんです、最初から。ポップスなのかポップスなのかって、ね、だからロックの的なものをなんとか出したいと思ったんです。そこでちょっとは日本語は排除したんですけど、もちろん中にはちゃんと正式の日本語のタイトル入ってるから、まあデザイン的にいいだろうと。でもね、誰も咎めなかったんですよ。本当にこんなに自由にやれた仕事珍しいんです。大体あの宣伝とか、まあ、いろんな人がそれこそ顔をちゃんと、だってファーストアルバムの次の卒業ですらまだ顔ないですから、ね、そういうことってほとんどそれも英語の詩が入ってたりするわけですから、なんか包み込めば包み込むほどパワーが増していく感じがしたんですよ。でね、それを作戦は逆に
彼をなんか神秘のベールに包むんですよ、うんうん、結果的にはそうなったよね。そうです、ええ、そう爆発力がこう溜め込まれて溜め込まれていくんですよ、うん、そうそういい言葉だね。爆発力が溜め込まれていくんですよ。だから3年間モノクロの写真しか撮らないから、尾崎豊ってモノクロでステージに出てくんじゃないのって言われたんですよねだからテレビなんかつけたって絶対出てこないわけだから、これがその時の、うん、歌手にとミュージシャンにとって珍しかったよね。珍しいですね。っていうよりもその CBS ソニーっていうレコード会社がね、つまり尾崎豊が売れると思ってないんですよ、うん、だから許してんですよね。だってそういうことなんだ。このファーストアルバムって本当にこれもどこにも日本語がないですよ洋楽のレコードみたいになってるんですよね本人の写真もなければ。でもめちゃくちゃかっこいいですね今となってしまえばね、うん、すごい活動ですね。活字もすごいよね。これも田島さんが全部考えてやってたんだ、はい、そうですね。だからその田島さんが考えるそのフォントっていうのかな、これ全部がやっぱり尾崎豊のイメージを作ったんだと思いますね。これめがけて尾崎もやるって感じになっていったんだよきっと。ああ、うん、それそうですよ。向こうもね、うん、いっぱいそうですよね。僕はね、尾崎がね、写真、尾崎の写真を撮るときに初めて同行したときにびっくりしたね。普通にヘラヘラしながら来た尾崎が突然写真撮影になるとびっくりだよね。俺あれびっくりしたよ私のせい最初からそうだった彼は。ね、これちょっと24番の写真を、これは駒沢公園で落ち葉の上に寝てる写真なんですけど、割と僕の最初の撮影なんですよ。それでなんか普通に立ってこっちを向いてる写真って全く僕は撮るつもりなくて、何かやってもらうのが面白いんじゃないかなと思って、この汚い落ち葉の上に寝てくれるって言ったらやりますって言ってくれて、でやっぱり終わったらこう落ち葉はたきながら立ち上がるからごめんねって言ったら、いやこういうの大好きですって言ったんです。だからもうその撮り方でずっとやろうと思ったんです。普通に撮らない方が面白いと、まあ、もちろん普通にあのポートレート的に撮ることも多かったんですけど、基本はここからなんか始まったんですよね。僕はね、彼の生涯を通じていつも一番彼を評するのに何と言っていいかというふうに思うと、うん、突然変わる人、うん、すごいよねその落差はね。どういうことですか、その精神的なことですか。突然感で全てにおいてなんかこう楽屋からすぐここがステージって感じだと、もうここに行った途端って感じは表現する撮影でも何でもそうですけど突然変わるんですよ。もうステージなんかになっちゃったらレコーディングはどうだった、やっぱり変わるよね。そうですね、要するに 音が鳴り始めるともうマイクの前で歌わないと入んないよって言ってるのに動き回って歌ったりするからスタジオの中でも、だからまあゼロか100って感じ、ゼロか100だから一種のなんていうの、まあ強靭になるんですよ。すごいなんかがまあ降りてくる、もののけが降りてくるっていう感じだ、うん、でもなんか私のイメージだと、もちろん彼はスターなんですけど、の反面なんか扱いがすごい大変だったアーティストだったんじゃないかなって思って、扱いづらいですよ。それはどうだったのかなと思って。いや、それはすごく、いや、3人とも共通してますよ、それ。それで一番苦労されたのは健二さんだと思いますよ。どうかな、普通は。つまり須藤君は苦労したでしょ。この人ね、クールだからね。須藤君と俺は割合何ていうのかな、センチメントだからさ。でも ご飯食べに行ったりとか、普段の尾崎さんのケアみたいなことも健二さんは本当にやってもらってたから、僕はまあ本人と飯食ったり酒飲んだりみたいなことを一度もやってないですね。ホテルで彼が飲みたいっていうから付き合ったりとか、それからね、大阪事件みたいなのもあったじゃないですか。ありましたね。大阪事件はまた後で。後でね。大阪事件関係してるやつを聞きしてるし。いや、でも本当に扱いづらいし、昇変する人だったですね。そうなんですよ。だから、須藤君はこんなこと言ってるけども、でも須藤君と彼との やり取りの中で、やっぱり須藤君は須藤君で、いい人だから、
追い詰められていくんですよ、うん、俺も追い詰められたし田島さんも追い詰められた。ちょっと待って、ここ大事なんだ、うん、そうすると彼はどんどんそのなんて自己嫌悪といろんな憂鬱で酒に行くんですよ。で長期間会社を休んだりしてる。そういうことをなんて人にさせる人なんですよ。彼がそれしようと思ってしてんじゃないんですよ。彼のいわゆる生きようとする意志とか純粋さがそういう風に人を追い込んでいくんですよ。俺なんか何度自殺しようと思ったか分かんないから。で一番田島さんはクールでちゃんと距離を取るから、でも結構苦労したでしょ。まあ、それは多分立場的に僕の場合なんか必要だったと思うんです。ある、うん、ある、ち、なんていうかな、現実的にすぐ目の前にいい写真が欲しいとか、うん、いい何かわからないですけど、それですごく僕の場合はちょっと違ってたと思いますね。それは健二さんと須藤君とは違ったスタンスがちょっと違ってたと思う。だけどやっぱり同じですよ、うん、だって撮影すると言って待ってても突然今日やめます来ませんとかっていう、そういうことはしょっちゅう起きるわけですからね。途中で変えることはなかったけど、結構撮影の苦労はありましたね。それなりに全然話してくれないとかね。途中ですっごくなんかあれでしょ、あの、うん、不愉快そうになったり。そうなんです。それでじゃあ不愉快なのかなと思って終わるとすごく気遣うんですよ今度。ね、撮影大丈夫でしたとかって言ってくるんです。だから分からなくなんですよね。分かりますよね。それ分かる、すごく分かりますよ、うん、だから一緒にビジュアルを作り上げてる田島さんや音楽を作り上げてる須藤君はそんな飯食ったりしてるのは確かに俺が酒飲んだり飯食ってるのは一番多かったかもしれないけど、こっちのクリエーションに関する苦労は大変だったと思いますよ。もちろん俺も編集者としてクリエーションに彼の全てのあの表現したものは俺がやったんで苦労はしたけど、この2人の苦労とはまた違うと思うんですよ。でもね、あの要するに大人、周りにいる社会にいる人たちって彼が認めてこの人は大人だと思ってある程度のリスペクトもして付き合ってた大人っていうのが多分この3人ぐらいしかいないんですよ、うん、あのそれを彼がそう決めると一応心は開いてないんだけど、まだ玄関の中までに入ってる感じはあるんですよね。そこ入るまでが大変ですよ。だから僕もなんかおかしくなっちゃって、 今はなんかうつ病になる人多いけど、僕はもう本当にうつ病になりましたね。いやいや、病院行って症状を話したら、まあ、うつ病ですって言われて、それはまあ原因っていうのがもうこれを押したいくらいなんだけど、まあこの人だったですよね、うん、だからものすごいよくわかる。俺はもう本当によくわかる。それがでもなんか須藤さんと尾崎さんの対談みたいのは誕生かなのアルバムの時になんか 出されてましたよね、うんうん、本でっていうかその本の中にありますよね。そうで、それを読んでいて、で須藤さんがね、なんかあの僕があのアーティストといい作品を作れたのは対等に向き合ってきたからだと思いますっていう言葉があったんです。でなんかそれを聞いて、その健二さんがよく内臓と内臓をこすり合わせると言うじゃないですかね、うん、それで健二さんと須藤さんって似てるのかなって思ったんです。あ、俺は似てると思うよ、うん、ちょっと、うん、そのやっぱりアーティストっていうか、うん、実際物を作る中心にいる人に対する接し方っていうのは、うん、多分健二さんとか俺みたいなタイプじゃないと無理ですよね、うん、ああいう超強靭めいた人は、うん、あのだからあのよく言われました、会社で。そのお前がなんで尾崎豊の担当になったか分かるかって、毒を持って毒を制すしかない。いや全くそうですね、本当にそう。お前は毒なんだってそれすごいよく分かる、うん、そうなんですよ。だから健二さんも俺もある部分は強靭なんですよ、うん、じゃないと無理です。田島さんもそうだと思います。だからなんかそのあとだからあのなんて言うんだろう、もう一人映像を撮ってた佐藤輝っていう映像作家がいるんですよ、はい、あの尾崎さんの PV を全部撮ってた人がいるんですよ、うん、その人この前会ったんですけど、尾崎さんって水が苦手なんですよね。でも輝さんが撮ってたやつってなんかプールの中に突き落とされて水中をこうもがいてたりとか、そういう映像とか、あの体になんか蜂蜜みたいに塗って腸とかつって、あれ尾崎さんって虫が死ぬほど嫌いなんですよ。で水も苦手なんだけど水に顔つけられたり、さっきの落ち葉のあれと一緒で、何かそれもテルさんはその
尾崎がそういうことが苦手だって知らなかったけど、なんか自分の中で 何かがうごめき出してそういうことをさせちゃってたって、後で本当にあれは嫌だったんだけどって言うけど、その2人のクリエイターが作ったものはやっぱり当時画期的な映像だったですよね。あの100杯ぐらいペンキかけられたりとかって映像があるんですよ。いやだけどそれはもう喜んでやってるのかと思って、これ出来上がったものしか見てないけど本当に嫌だったらしいんですよ。だからね、だけどその佐藤輝さんっていうのも、まあその映像界の巨匠ですけど、その人もやっぱり毒を持って毒を制すしかなかったんだなって思いますね。そんなはいそこで笑ってくださいみたいな映像は撮れないですよね。あの田島さんも毒を持って毒を制してましたよ。そうですかね。うん、そうですよ。だって自分の毒さ加減分かんないろ。そうだから特別なんですよ。やっぱり自分でデザインしているものを見ると、尾崎豊の方法論っていうのはやっぱり彼にしか当てはまらない。うん、ものをやってたんですよ ね、 それはなんか、ね、ある意味誰も何も言わなかったっていうのは僕の中から出てきてるものなんですよ。じゃあ違うフォントにしてくれとかね、そういう注文一切ないわけだから、うん、自由にやれてたってことは僕の中のものが全部ここに反映されてるってことは僕の毒かもしれないですね。そうなんです。だからね、僕ら一人一人がね、うん、持っているな自分の全体の中のある部分がちゃんと尾崎が鏡のように 僕らを映してるんですよ。そういう特殊な存在なんですよ尾崎は。そうかな。はい、でCM 行くのね一旦ね。はい、じゃあすいません、盛り上がってる時終わったらいっぱい話しましょう。ワインももらいましょうか。ワインが来て、はい、ちょっと盛り上がってるところなんですけど、はい、ワインね。はい、GM も盛り上がりが下がるみたいじゃん。下がりませんよ。ワイン飲んで上がりましょう。GM インターネットからワインの提供です。東海林さんに来ていただいて、東海林、今日は何ですか。はい、本日はムルソーのデジレお持ちさせていただきました。生産者は、ドメーヌコントラフォンですね。ブルゴーニュの白ワインの作り手でトップの一人と言われている方でして、ムルソーのスペシャリストという異名を持つ方ですね。本日は18年もの2001年、ヴィンテージが2001年、18年ものをお持ちさせていただきました。はい、古酒に並んでムルソーのスペシャリストです。はい、はい、でこのデジレなんですけど、ちょっと 0.4 ヘクタールしかない。あーすごい、非常に希少なものになってます。ありがとう。いやしかもぜひ酸味とミネラル感がすごいある。これ何年？これ2001年ですね。はい、ありがとう。18年ものです。はい、 GMO インターネットワイン屋さんの、東海林さんでした。はい、ありがとうございました。じゃあですね、一人飛び入りでゲストを呼んであります。人を飽きつぐさん、はい、はい、入ってこいよ。はい、オラオラ、いいから入れ、座れよ。歌っていいですか。歌って何言ってんだバカ。僕が僕であるため、ちょっとやった、タイムお前、これで番組が全然違うものになっちゃった。待って待って待って、どうなったですか。この人はですね、ごめんなさい、ごめんなさい、アイソトープという会社を尾崎豊が自分が社長の会社を作ったんですよ。はい、で社長は辞めろと言ったんですが、はい、どうしても社長をやりたいと。でまあ僕が金を集め、不動産屋を回り人を集めてで作ったんです。でその時に僕の月刊かどうか編集部の、僕が編集長だったんですけど、部下だった紀藤を副社長にしたんです。でお前月刊かどうかもういいから、とにかく尾崎の副社長をやれと。でバースの時の副社長だし、復活アルバムバースの時の副社長だし、それからその後のバースツアーっていうのをどこまで行ったのな、いくつ行ったの。23ぐらいです。どこでダメになるんだっけ。九州です。九州のどこで。福岡。福岡で、まあ、天神の山笠を52本のうちのちょうど半分ぐらい、半分で決裂するんです。そうです。尾崎が怒って切るんです。なんで怒られたんですか。まあまあそういう単純な問題じゃないんです。で後でちゃんとでこいつはね、だから
俺は呼んでやろうと思った飛び入りゲストで、ね、もちろん3人なんだけど、こいつは呼んでやろうと思ったけれども、もうずっと出入り禁止にしてたのよこいつで、今朝になってやっぱりあいつ呼んでやろうかと思って、え、今日、うん、今朝電話したんですよ、名古屋に、名古屋ですから、名古屋です。したら電話した瞬間に、はい、出演以来待っておりましたってだから7号号から SNS でこの番組があるっていうのを知っていて、で俺は呼ばれないだろうかと思ってたんで、でも健丈さん出入り禁止になってるからなと思ってたんですで、もう喜んですっ飛んできた。え、じゃあ今日電話が来て今日名古屋からいらしたんですか。そうです。そうなんです。そうなんです。すごいな、すごいな。でじゃあなんか言えよ、一言言わしてやるから、ちゃんと言いたまえ。いや面白すぎる。まあ健丈さんに言われて尾崎のマネージャーやったんですが、僕がすごく嬉しかったのはやっぱり田島さんがいて、須藤さんがいて、健丈さんがいて、そして僕は叩かれ役っていう、まあ、大変なこと言って、いやいや、もう毎日叩かれ役じゃないんだよ、お前は叩かれる能力なんだよ、はい、そうですね。そうそれで、でも例えば写真撮影でもうとにかく一緒にいるのがもう地獄なんですね、うん、もうすぐ共演しますから。で街で自分が嫌いだと思う人は本当に殴りかかっていきますし、よくわかんないんですよ。お前なかなかすごいこと言い始めたね。いやいやちょっとパトラック遠いからすいません。あの、ね、僕が覚えてるのはその木戸君がついてね、最初が横浜アリーナだったんですよ、バスツアーの。その誕生の時ですか。誕生の時、それで木戸木戸って、まあ、頼りしてたんだけど、なんか様子がおかしいんですよ、まあ、初日開けてるのに。そしたらいいのが、当時付き合ってた彼女がいて、その彼女が僕のとこ来てね、夜中に亀を飼ってるらしいんですよ。亀、夜中に飼ってるっていうよりも亀を飼っている。夜中に亀を飼ってる。亀を飼っていて夜中に尾崎が、尾崎じゃなくて人が、お前が、お前の彼女の話。そうそうそう。で亀を飼ってんだけど彼が夜中に亀に話しかけてるって、やっぱり病院連れてった方がいいですよね。はいはい、でももうツアー始まってるから、病院連れてかれるとマネージャーがいなくなるんで、いやもう大丈夫ですみたいな。それすごく覚えてる。いやいや、そうです。そうだよね。いや、ものすごいストレスで、もう亀に話しかけるしかなくなったの。いや、もうそういうこと。ストレスのやり場がなかったの。いや、もう要するに前日にもうちょっとこれで大丈夫か。大丈夫です。はい。前日にちょっといい準備しとくな。はい。はい、尾崎が部屋に僕を呼びまして、でその時の顔がもうなんか純情じゃなく、もう本当に笑顔で明日頑張りますっていう感じで言われたんですね。で今までずっとそんなことなかったのに、その顔を見た途端にもう大丈夫だっていうことで、その尾崎の部屋を出て、当時大宮に住んでたんですけど、もう車に乗った途端にもう何が何だか分かんなくなっちゃって、で大宮に着いてそこで倒れて、で救急車が来てはたと気がついたっていうか。で、そうですね、ストレスで、もうだからやるって本人が言った、よしって。それまではね、毎日本当にやれるかどうか、やらないかもしれないっていう、いやもう恐怖が常にあったもんな。ありましたね。いやもう木戸君には本当に悪いことしたっていうか、いやいや、要するにね、まあその檻の中に、猛獣の檻の中に入れちゃってるわけだから、まあ噛み殺されてもしょうがないなぐらいの感じだったんですけど、だから、まあ、僕はそんなにスタッフを怒鳴ったりしないタイプなんだけど、なんかさすがに木戸君のことは、だって始まったらもう本人ははっちゃめちゃになってるし、これ横浜アリーナの楽屋のゲストルームみたいなところに芸能人がまーっと入ってるんですよ。きっとお前誰が入れていいって言ったんだよって。いや
もう訳が分かんないんですよみたいな。ね、その来てた芸能人も覚えてるけど、それ言うとこれを幼いから。そうね。なんかそのこれはこの人だったら入れていいとか、例えば吉川君が来てたら入れていいとかっていうような判断があるじゃないですか。誰入れてんだよみたいな。気になる。いやそういうことじゃなくて、一人や二人じゃなかったんですよ。だからそれで彼女が来て、いやもうとにかく亀と話してんですよって、もう普通じゃないんですよ、ちょっとなんかどっか行っちゃってんですよって、魂が。それでそれからずっと行っちゃってるから。そう。それでその博多の時もね、いやあれは本人から電話があって、なんかもう紀藤君が、まあ、使い物にならないっていうか、僕を置いてどっかあの祭りを見に行ったって、山笠見に行って僕を一人きりにしたって。考えられない。いやあれでしょ、イベンターに尾崎が寝たんで、今日おやすみなさいって言って、電話でおやすみなさいって言って寝ますって言って寝たんで、寝たらイベンターの社長から電話がかかってきて、でちょっと紀藤さん、お祭り30分ぐらい見ませんかと。今日 山笠最終日で、山笠祭り、そうなんです。何、山笠です、でどうですかって言って30分だけ出たんですよ。したら尾崎が、紀藤がいないって言って大騒ぎになって、ホテル中が、それでこいつはもうクビになったんですよ。それでもご両親と僕が博多に駆けつけたんですよ。めちゃくちゃなんですよ。だそのさっきの表現シリーズの流れですよ。いや予想できない動きになるんですよ。いやだってそりゃそうですよ、飯食ってるでしょ。僕今日キャンティーで、まあ、尾崎とよく行ったなと思いながら行ったわけですよ。でキャンティーで飯食ってるんだけど、尾崎と飯食ってるんですよキャンティーで。でまあ7名ぐらいに男女がいるとするじゃない、突然ナイフとフォーク持って俺の話すんなって言うのが、違う尾崎って、ま、そんなことお前の話してないよって、で止めるわけだからさ、そんなことばっかりだからさ。それで でもさ、あいつが作る曲はいいし、もう見事な歌だから、もうとにかく俺はこいつと共に行くんだと思ってるから、まあ人生をかけるぐらいになっていくわけよ。でキャンティー出るじゃない。キャンティー出ると、かつては自動販売機だった、いきなり自動販売機にブワーで血だらけになるわけだから、ちょっとお先ちょっと抱き合わなきゃいけないわけじゃん。と表現するんだよ、表現するっていうか、なんだろう、そういうのって田島さんはあんまないでしょ。ね、そうですね、ちょっと待ってね、ありますよ。それはまあもちろん僕の場合はね、ただその場ではないんですよ。ちょっとわからないんですけど。その場ではないんだよね。ないんですよ。だからその時はうまくいったと思って、二人ともちゃんと話ができてたと思ったんですけど、後でなんか間接的になじられるっていうんですかね、他の人を通して意見されるみたいなことはありましたね。そっちの方が辛いかもしれないですけどね。続きスタジオでさ、バックミュージシャンと一緒にコンサートのリハーサルをやってるじゃないですか。それだって俺がずっとリハーサル見てて、毎日リハーサルに行ってなきゃ機嫌が悪くなるからね、行ってるじゃないですかリハーサル。そしたらいきなり俺が帰るじゃない、もう今日は大丈夫だなって帰るじゃない、帰ったらいきなり電話が来ますからね。帰ったんだろうって なんで帰ったんだって。いやだからバースツアーだって、横浜2日やった、2日やって、それで大阪ですよね。大阪です。それで俺大阪も行って、一旦大阪から俺も仕事があるからね帰ったんだよ。したらもういきなり俺に愛情がないだろう、なんで帰るんだって、全ツアー一緒に来てくれって。いやそれは尾崎無理だよって。でそんなことはしょっちゅうありました。それでちょうど黄昏ゆく街でっていう尾崎の連載小説をやってたんだけど、あと1回で最終回だったんですよ。あと1回で最終回だったのに、俺一人だけに愛、あなたの愛が向くまで最終回は人質にしますって言われちゃってさ、尾崎それないだろう。書かないってことですか。書かないってことですよ。でそのまま亡くなったので、
書いてないまま、だから未完成最終回の1回1回をなしで本出しましたよ、まあ、これも売れましたけどね。っていうことは結構だからなんていうのかな、取り繕いとかその場しのぎができない人なんですよ。え、でもそれで亡くなられてどうだったんですか。いや、もう亡くなった時はですね、最初は須藤君と決裂して、次に僕と決裂して、で最後はそうです田島さんなんですよ、決裂してたんですよ。でまあ須藤はもうそのずっと前に決裂してるんだけど、紀藤ね、紀藤紀藤は須藤君とずっと前に決裂してんだけど、僕はどういう、僕はいつもそのことは思うんだけど、自分がここで死んでみせようとすれば須藤さんと田島さんと健丈さんは帰ってきてくれると思って死んでみせようとしたのが本当に死んじゃったんじゃないかなって俺はそういうふうに思うんですけどね。健丈さん中に書いてましたよね。ああ、そう、僕もそう思います、うん、そう思うし、僕と健丈さんって亡くなった後に会った時に、なんか僕がほっとしたって言ったんですよ。そうそう、ほっとしたんですよ。僕もほっとしたの。泣かなかったんですか。いや、もちろん後では泣くんですけど、僕は泣きましたけど、ただなんか何かがほっとしたんですよね。そう、悲しいよりも、 でもそれは、ね、いや悲しいのは悲しいで泣くんだよそれは一元的に言わないでよ。もう一つの須藤や健丈の気持ちはほっとしたって気持ちがあるんですよ。苦しんでる感じがしたんですよ、本人がね、いろんなことで、つまりやっぱりこう自分に目を向けてほしい、自分から お前なんかもういらねえみたいなこと言っといて、でも本当はそうそう見てほしいっていう感じ で、もう結局亡くなっちゃったでしょ、お酒飲みすぎた形で。だからなんかそこまで苦しんでんだって思ってちょっとほっとしたって言ったら、もう 今みたいに SNS が発達しなかったけど、ものすごい言われたんですよ、ファンの人から。お前尾崎が死んでホッとしたって何事だみたいな。そんなに言われた。言われました。俺は全然それは分かんなかった。なんか口頭でも言われたし、だから尾崎さんのファンクラブのなんとかっていうのも亡くなった後もずっとやってたんですよね、僕が責任者 で行くとやっぱりこう喜んでくれる人もいるし、何割かはその何度もあんなこと言ったんだみたいなこと言われましたけどね。でもそれを取り繕わなかったっていうか、本当にそうだったから、うん、全くそうです。だって僕らってそうだった。いや、これはさ、あの誤解しないで撮ってほしいんだけど、僕は彼とあのまま続けていたら俺が死んだよ、うん、そんな感じあるでしょ。ありますあります。いや実際だと入院してたしね、はい、僕もだって精神がおかしくなって入院してたんだから。でそこに尾崎さんが見舞いに来てんだから、もうめちゃくちゃな話ですよ。そうさん、早く良くなって一緒に旅行で作ろうよって。お前のせいだろって。はい、あの夜食ができたので、はい、一旦 CM へ。CM に行きましょう。はい、お夜食が。寿司やつみつの大将の綿貫さんが来ていただいて、はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこにあるんですか、後楽寿司。四ツ谷ですね。四ツ谷、はい、四ツ谷、はい、すごいね、今寿司の激戦区にいるんだね。結構いいですね今本当に。いつからあるんですか。52年前ですね。あ、僕親父さんがやってた。はい、僕2代目なので。ああ、そうなんだ。うわ、楽しみ。はい、健丈さんも初めてですか。初めてです、はい、すごい香りが、はい、今日のメニューは何ですか。そして今日鉄火丼ですね。鉄火丼、ちょっと安いならもう一回見せて。電話番号とかある。はい、0333513440。好楽安秀寿司、好楽寿司安光、ごめんなさい、好楽寿司安光大将の綿貫さんです。はい、あの、このお茶ない。俺 ありがとうございます。え、これ卵につけるの。
ですね、今ちょっと説明させていただきます。ありがとうございます、はい、あ、ここで大丈夫です。はい、ありがとうございます。下の部分あったんだ。ありました。なんか1個多い。そうです。ですね、最初一番手前にある中トロ。今ヤマト。これヤマト。はい、はい、どうぞ言ってください。大津、これ。はい、どうぞ。すいません。すいません。手前にわさびが乗っかって中トロがあると思うんですけれども、はい、それあの普通にご飯と一緒に食べてください。あの奥側に赤身があるんですけれども、それは食べずに最初の中トロだけ。これ中トロだけ食べる。そうですね。あのご飯と一緒に。面白い。今日は2段階の味わっていただきたいなと思いまして。すっごいツヤツヤ。中トロうまいね。あらす。あの赤身はちょっと食べないでください。美味しすぎ、うん、溶ける。人血糖値によくないんじゃない、はい、いただきます。ありがとうございます。うちのは大丈夫ですから。やばい、これは美味しすぎる。うまいよ、これ。本当。本当に美味しい。歯がない人でも食べれる。そうですね。もうそう思って今日は。で、これをどうやる、ね、どうする。次なんですけど、あのちょっと卵をご用意させていただいたんですけども、うちのこの魔法の醤油をちょっとかけていただいて。卵に醤油を。おつ、これ。氷入れて。ごめんね。混ぜる。そうですね。混ぜていただいて。混ぜてかけちゃう。そうですね。かける。はい。これ普通の醤油と何が違うんですか。秘伝の醤油でしょ。ちょっと食べてみてください。何が違うんだろう。でもちょっと濃厚な感じがあるかも。もう溶いていただいて普通に赤身の。かけて食べてみて。燻製が。燻製の匂いがする。醤油に燻製がかかってる。ちょっと贅沢に今日は。うわ、おいしそう。じゃあいただきます。もうゴロゴロついた時から寿司握ってんですか。いや、そうじゃなくてですね、まあ、あの目の前でやっぱ見てたせいで、うん、あんまり若い時はお寿司があんまり得意じゃなくて、ちょっと違うところに行ってました。違うってどういうところにした。ちょっとまあ畑違いな、あの飲食店じゃないところです。この赤身もうまいね。そうですね。健丈さんがマグロが大 あの好きだということで、いろいろ調べながらと、あと過去に今回出てきた人たちがみんな燻製が3人ほどいたので、本当よく調べたね。そちょっといろいろ聞きながらで、はい、なのでちょっとそこからヒントを得まして。でもまた新しいですね、燻製の海鮮丼で。ちょっとワインにもいけるかなと。初めて食べた。ぴったり合います、このブルーソー。美味しい。美味しいね。赤身がこんなに滑らかかね、うん、素晴らしい。美味しい。美味しい。みんな飲んでんじゃん。カウンター何に座れるんですか。カウンター8席ですね。だけ。あと個室がご用意してます。何人。こちら4名様、一応6名様まで大丈夫です。へえ。四谷のどこらへん。四谷駅と四谷三丁目駅のちょうど間ぐらいですね。ん、あの通りに面してんの。新宿通りに、裏の方にちょっと入ってるんです、うん、細々とこっそりとやってます。本当だ。どっちに。三栄町の方に。あ、そうです、三栄町ですね。あのいつもの電話番号は言いました。あ、言いました。もう一回言ってください。お願いします。03-3351-3440です。皆さんぜひ行ってください。これはバイクすごいです。美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ続けますけれども、はい、せっかくキトが名古屋から今日来たんで、うん、さっき須藤君が言った、はい、バースツアーの時の大阪事件っていうのね。これは俺も参ったよ。参ったことはしょっちゅうあるよ。まあでもそうです、うん、もうだから鹿児島事件とかいろいろあるけども、じゃあ毎日がとにかく2人になるのがいつ刺されるか。
ていう。大阪の事件はベスト3に入っています。ちょっと聞きたい。ちょっと話せよ。大阪事件、仁義なき戦いっていう映画ありますよね。びっくりした。はい、で深作慎二さんなんですけど、僕の大学の先輩なんですけど、それいいですね。まあ、あのイベンターの方にやっぱり本人飲みたいんですよ、終わってから。で特にお姉ちゃんのいる大阪一のクラブに行きたいと。北新地ですよ、あれ一番の夢番地ですよ。夢番地の社長は絶対にこれはいないから、大丈夫大丈夫って。ちょっとスタンバってますこれはいないさ、それはやめダメなんだ、ね、そうですか、失礼しました、うん、危ない方がですね、危ない方が、はい、で、あのその北新地のナンバーワンのクラブと呼ばれるところに、うん、よし行こうっていうことで、でまあその時須藤さんも、俺もいたよ、いましたよね。ちょ、話下手すぎる。はい、どうぞ。いや、ほら安全だし、全然安全、そうそう、とりあえず健常さんと俺と尾崎さんと、まあ要するにこういう席に座った女の子が着きました。そしたら店の女の子も尾崎豊だから、もうわーっと来る、うん、そうするとそばにいた別のところで飲んでたあの人が面白くないわけじゃない。うん、そうですね。なんだよあの男っていう感じになって。しちゃいますよね。そうそう。で、それをなんかちょっと騒ぎ出したのを、その尾崎さんが酒飲んで酔っ払ってきて、それで覚えてるよな。そうそう。こうおしぼり取ってその男を見分けて、おしぼりに唾吐いたのよ。とかって。そしたらその男が切れちゃって。いや投げたんですよ。投げてないよ。そうですか。唾吐いただけ。いや、それで俺はそんなことしないよ。それで立ち上がったから、まあちょっと中省略すると、俺と健二さんは尾崎さん連れて、尾崎さんもなんだこれみたいになってるから、健二さん出よう出ようって言って、で紀藤だけ残して、紀藤あと頼むなって。ところがその後その男が怒っちゃって、そうそう土下座して、なんとか丸く収めることになったんだけど。まあ、明日のコンサートをもうめちゃくちゃにしてやるって話になって、それでちょっといろいろね裏から手回してっていうか、まあレコード会社のボスに電話したりとかいろいろやってやったんだけど、まあその時はどうなることかと思ったら、喋れないことがいっぱいあるからちょっとあれだけど、そうですそうです、ちょっとこれ押すからお前喋ったらその本当のこと。でも怖かったろ。いや怖いどころ、ちょっとな、ほんまも持ってましたから、怖い。持って大丈夫大丈夫、まだ大丈夫大丈夫大丈夫で30分間もう土下座ですから、で明日のコンサート潰すとか、もうとにかく土下座で、で多分偉い方とナンバー2の、まあすごい店なんで、でもうそのナンバー2の人がもうあの電話をかけに行って、当時公衆電話だってそれが聞こえるんですよ。50人よこせよチンピラをってあとすいませんダメだって言ってもすいません本当話が下手だ。ありがとうございます。で結局健二さんと俺と尾崎さんはその泊まってるホテルに連れてったんだけど、飲み足りないって言ってまた上のバーかなんか行ったんですよね。でもう健二さんが相手してくれて、とにかく俺は、まあ、紀藤はまあねボコボコにされてる可能性があるから、うん、店の方とかも誰も行ったんだけど、いやいや俺行ったんだよ行ったんだけどもう手遅れで、いやボコボコにはされてないんだけど、うん、もうめちゃくちゃになってて、次の日本当にコンサートできるかどうか、いやもうアウトだと思う。ねえ大変だったな。まあいろいろ覚悟しました僕まあそんなことがあったね。いやでも僕はその時とにかく尾崎を守らなきゃいけないと、明日コンサートにやらなきゃいけないんで、自分のその場所でできることは何か、それは土下座それ
そして本当にすいませんでしたっていうの。実際守ってたのは健二さんなんだよ。大抵こう。あ、そうですね。それは。俺はその二人と紀藤の紀藤一人だけ残していくのもちょっとまずいなと思ったり。私はでもすぐ走ってきましたからね。その方たちのところに。そう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 それで生命の危機にさらされるっていう、それやったんだろう、うん、本当のことに言うと戻ってないですよ。戻ってなくて、僕は、まあ、言っていいのかな、うん、あのだから稲垣さん、稲垣さん、もっとレコード会社のボス、ソニーのね、うん、ソニーの稲垣さんに連絡してこういうことがあったんで、そのつてでちょっと話してもらえますか、コンサートぶつぶすって言ってるんでって言ったら、うん、もう分かった、大丈夫大丈夫みたいな。それは誰に連絡したかよく分かりますけどね。で、まあ全然紀藤はあれ殺されたかなと思って言ったら大丈夫だったな、いやでもね、やっぱりその僕の中では明日コンサートをやらなきゃいけないっていう、ね、なんかすごい信念があってどっと土下座して、信念とか義務感だよね、はい、うん、でもなんかそれを30分間なんかどうこう言いながらグッと我慢してたら、まあ、まあ、まあ許してやるよ、行けって出てきた人を俺が抱えてでもね、そのなんか本当にひどい人だったみたいな印象があるけど、で大阪が終わりました、で大阪のコンサートももうチケットが取れない、それでね、前の席9万円ですよ、ダフ屋が出てて当時で、まあそのぐらい人気があったんだけど、で大阪のコンサート終わりました、みんなで打ち上げで飯食いに行きました、2日間終わってな、そしたらみんなでわーっと盛り上がってたら、尾崎さんがこうサングラスパッとかけて立ち上がって、おめえらこんなことで満足してんじゃねえぞって言ってパッと帰った、うん、で俺はまあ 俺と紀藤は、紀藤はあと支払いとかも俺その時いなかったな、覚えてるよそうそうそう、で結構いなかった、でパッと外出たらあんな感じでいいんですかいや要するに吹かれるってことやりたかったって知らなかった、そういう一面もあったんですよ、そうそう、お茶目な一面はすごいあったのよ、でも俺が一あのね、すごい参ったらね、鹿児島に行った時にさ、なんかバックバンドが音がダメだと、うん、そんなの言えないじゃん、うん、バックバンド音がダメ、うん、バックバンドと一緒に打ち上げやってるわけですよ、コンサート、そこで突然店にあった、だからまあそれっぽい店であの打ち上げやってるんで、音楽に関係するようなギターとかこう並べてあるわけですよ、それ取ってバッカンバッカンに壊してさ、お前覚えてる？覚えてる。溺れてさ、それでダメなんだとかって言って、こんなコンサートダメなんで、じゃあ一人一人にまともに言うかったら言えないっつ、わかる？この感じ。わかります、わかります。で僕に言うんですよ。であいつちょっとクビにしろと。クビにじゃない、やってこい。やってこいっていうの。ツアーの時にもう一個すごい思い出、健二さんも絡んでる思い出がある、俺が絡んでる思い出ある、ある、うん、突然麻雀したいって言い出した、あ、言い出した言い出した、それでもうジャンソーだからもう丸押さえするしかないですよ本人はお酒も飲んでるし、でももう麻雀やりたいからって言って健二さんもいて、俺もやったのかな、あと尾崎さんが、うん、紀藤じゃないよな、やったの、いやでも言いましたよ、言ったっけ、いたんだけど、うん、紀藤だってそんなタクにつけるようなあれじゃない、それはない、でもやったのよ、それで言うと覚えてんだけど、健二さん麻雀結構強いんですよ、そう、それでこっちはあの酒飲んでるし、尾崎さんがいい気分になりたいのに、なんか尾崎さんが切ったやつでローッと健二さんが上がる、いや本当ですよ、うん、もう最悪だと思う、それはダメだ、いやもうそれは俺はねダメなんだよ、麻雀とかそうギャンブルで手加減はできないんだよあれなんで麻雀やろうって言い出したのかね、なんか分かんないですね、結構ね昔のことを思い出す時あるんですよ、なんか
うん、で麻雀やりたいとか、なんか言い出したよな、うん、例えばソープ行きたいとか大丈夫ですか？それはダメだった。結果行かないんだろ。行かないです。冗談で言ってるだけだ。冗談で本当そうです。麻雀は本当に麻雀はもうだから本当にやった。俺は やったんですよ。だからでも雀荘っていうか、その麻雀できるお店を他のお客さんがいないところを探して抑えて、そんなに高級店じゃないんだけど、だから健常さんと麻雀したことはあるんですよ、尾崎さん。今から考えるとすごいメンツでやってるんだよね。面白かった。そうですね。だからもうエピソードには事欠かないですよね。これでも麻雀の話って僕多分初めて知ってますよ。そうだね、はい、俺も今思い出したけど、あったなと思って。本とかにも何にも書いてないですね。書いてない書いてない。まあね、いやエピソードだらけですよ本当に。でこれお二人はツアー以外にそんなにあのプライベートに付き合ってないので、うん、俺と紀藤は丸ごと付き合ってたんで、もうだってさ終わりがないんだもんな、はい、酒なんか飲み始めると、飯食って酒飲み始めると3時になり4時になり5時になり終わんないんだもん。次の日とかあっても全然気にしないんですか？気にしないんですよ。それで帰ると後で怒るわけですよ。いや帰れないですよ。だからおぶってでも家連れてかないと。毎日ですよ。そうだな。で俺も最後はもう値を上げて紀藤頼むなって帰るわけですよ。いいですよ。そう紀藤は最後までいるわけですよ。ああそれは亀に話しかけますわ。いやでもね、でもねやっぱり彼のことをもう尊敬してるっていうか、それは何かっていうと3時間そのお客さん4635円なんですけど、コンサートそこに来るファンの人たちにその3時間だけはまともなんですよ。で自分をもう最大限体を使ってパフォーマンスして、もうマイクが壊れそうな声出してっていう、その3時間っていうのはまあ、 あのいろんなアーティストがいて、僕もコンサートそのよく見に行ったりして、それはまあそれですごいんですけど、いや尾崎豊以上の人は絶対いないです。もう命がけでコンサート3時間それさよならしたらもう大変です。いやだからあれだ、あんなにギリギリのエッジを生きたやつはいないですよ、はい、いないです、うんうん、一番思い出の曲って皆さん何なんですか？それは田島さんなんですか？ね、僕ちょっとまた写真出してもらっていい？はい、うんうん、3番の写真を出します。3番お願いします。まあ、今話してるようなことなんですけど、これはあの野音で、これ実は反核の集会だったんですよ。反核的なまあイベントだったんですね。で次の写真お願いします。4番ですね。これ飛び降りる、飛び降り、僕これこれ撮ってたんだ。いやこれを撮ったんですけど、実はこの後ジャンプしてるんですけど取れなかったです、怖くて。でもう飛び降りるって分かったんですよね。でちょっとあそこの矢倉の奥に2人ぐらい人がいるんですけど、止めに行ってるんですよ多分。やめろって、やめろ。でも間に合わなかったんです。この後飛んじゃいますから。これ大体分かりますよね、どれぐらい高さがあるか。で次の写真いいですか？5番の写真ですね。でもこれ失神寸前なんですよね。つまり足を多分かかとを砕いたんじゃないか、砕けたんだったと思うんですよね。でこれはだから本当につまり100以上、いやもうここにある、あの後ろにあるこの、そうだね、僕の後ろにあるのをちょっと見せていただくと、これがまあ17歳の地図 の関連で作ったものなんですけど、すげえな。これだから1年ぐらい前にこの画像を僕作ってたんですけど、まあ、なんか目の当たりにするんですよ。その通りになったってことです。つまりものすごくそのさっきも言ってるように劇場っぽい感じがしたんですよね、うん、それを自分自ら演じて落とし前をつけていくっていう、うん、だからもう僕はこの時だからその宣伝スタッフになんで飛んでるところの写真ないんだって言われて、いやいや撮れませんよっていう、いや撮らなかったな、もう撮れなかったです。だからジャンプしたのは目撃はしてるんですよ、もちろん。でもシャッター押せなかったですね。でもね彼はね激しいその
まあ、劇場ってのはシアターの劇場なんだけど、パッション劇場の中で歌いながら、うん、歌いながら、でもある種もう一人の尾崎が冷静に考えてるんですよ、うん、ここは飛ぶぞと、うん、そうでしょ、そうですね、それは彼の演出なんですよ。でこれも頭の中でフラッシュバックしてるんですよ、うん、このシーンが。で俺はここで飛ぶぞと、その方が絶対に伝説になる、うん、ここがね尾崎の怖いところなんですよ。そうなんですよ。だからなんか僕とか田島さんとか健丈さんとか特にそういう、まあ、ある種のクリエイターみたいなものが、まあ、尾崎さんの精神にものすごく影響を与えてる感じはしますよね、うん、あ、それはある。僕らがなんか作った尾崎豊のイメージみたいなものが彼の中にもう作っていって、それは感じますよね。すごい感じる。だからね、俺が例えば吉本流明の吉本隆明の詩を渡すんですよ。転移のための10編っていう、これ読んでみろと。ですごい、まあある種難解ではあるんだけど、孤独な戦いをする、まあ革命闘争をする人の孤独な心情を見事に美しく歌った詩なんですよ。それを3日ぐらい経つと、もう吉本流明ばりの詩を書いてくるんですよ。そういうところはなんか超人的にすごい、うん、吸収欲ね、うん、吸収欲すごい。だからどんどんあの、うん、自分に吸収していくわけ。だ須藤君は須藤君の持っている個性、オリジナリティみたいなものに刺激を受けて、それを彼は具現化していくわけですよ。で田島さんは田島さんのものを受け取るわけです。俺からは俺のものを受け取るわけですよ。だからそれはどういうことが起こるかっていうと、俺たちがのっぴきならなく逃げられなくなっていくんですよ。だから尾崎の生きる問題が、生きる難関が、俺の生きる難関になってくるんですよ。だから自分はあなたも一緒に狂ってくれなければ自分は許さないぞっていうようなことを問いかけてくるように思うんですよ。だから人の人生を問うんですよ、あいつは。これがすごいんだよ、いつも。そうですね、うん、いやすごく今の健丈さんの話はあのいい話っていうと変だけど、 うまく言えてると思いますね、うん、そうですかね、全くその通りですね。だって17歳の地図って僕は中上健二さんの19歳の地図でネーミングは僕がしたんですね、うん、19歳17歳の地図って、うん、田島さんにもすぐ言ってでセブン、まあ、まさに英語だからセブンティーンズマップっていうのにしたんですけど、だってそのかさぶただらけのマリア様っていう、まあ、中上さんのやつに出てくる、うん、そういうものとかの話も尾崎さんにするんで、そういうものが彼の詩の中には出てこないんだけど、まさにその中上健二さんがあの短編の中で言わんとしたようなことがもうその後の作品とかにもどんどん投影されていくんですよね。そうだだからすごいんですよ。その吉本流明とか唐谷浩二とかそういうのを健二さんがどんどん与えるものをまたそれを吸収して、だから僕は文学的なもの、例えばサリンジャーだったり全然読んでないからね、あの人。だからそういうものをこう次から次へと渡す、したら健丈さんが与えた村上龍さんとかそういう吉本龍明さんとかそういうものをどんどん吸収してやっていく。じゃあ本もすごい読まれてた。いや読んでないんですよ。勘なんでしょ。そうですね、読んでないです。勘で全部わかる人なんでしょ。一回パンフレットを作るときにその辺にあった文章を載っけたんですよ。それがものすごく難解な、なんかのあの使用書に書いてあったあの言葉がものすごい難しいのを置いといたら、それと全く同じような言葉遣いで書いてきたんですよ。びっくりしましたね。なんか刑事上学のどうのこうのみたいな、そういう難しいものを、僕はそういうものを要求してると思ったのかもしれないですね。そこにダミーで置いといたものですけどね。あれは異常な能力だよね。この吸収力がすごいなと思いました。すごいですね、うん、じゃあやっぱり17歳の地図が一番思い出に残ってる。まあそれはそうですね。もう他のアルバムよりも突出して17歳の地図かな、うん、やっぱりね、バースも好きだったよね。バースですよ。
そりゃバースですよ。バースも好きだけどね。だって何もかもなくした尾崎とヒルトンホテル、俺がヒルトンホテルに缶詰にしてたんで、誰かのクラクションの時に、あいつはヒルトン、もうね、西麻布のキャンティー連れてくと西麻布のキャンティーしか行かないんですよ。ヒルトンホテル缶詰にしたら、もうヒルトンホテルしかプライベートでも使わないんですよ、新宿ヒルトンホテルで。新宿ヒルトンホテルの、スポーツクラブに僕入ってて、ある日徹夜明けで、ホテルのスポーツクラブって朝6時からやってるから行ったんですよ。そしたら小太りの白髪混じりの人が走ってんですよ、トレントミルを。でなんかパンチ打ちながら走ってて、なんだこの人嫌だなと思ってでサウナだけ行こうと思ったそしたらその男がトレントミルを止めて、健丈さんって言ったんですよ。尾崎ですって俺分かんなくてさ、最初で尾崎豊ですって言って、あ尾崎って。それが何年ぶりかの再会ですよ。え、それってじゃあ、あのニューヨークそうそうそうぶりってことですか。ニューヨークぶりっていうか、ニューヨークから帰ってきても捕まっちゃうわけだから、ニューヨークでも薬やって でその後のじゃあ再会って。いやいや、再会です、再会です。もちろん誰かのクラクションも作ってから彼はすぐアメリカ行っちゃうわけだから、はいはいはい、でその後捕まったりいろいろしながら、はい、落ちぶれて4年経ったから落ちぶれて、フィートンヒルトンホテルで再会するんだよ。それがまた偶然なんだ。偶然なんですよ。でも俺がヒルトンホテル缶詰にしてたんで、あいつはヒルトンホテルを使ってたんです、うん、で自分は全てをなくしたと。でももう一回復活したいと、健三さん助けてくれっていうわけですよ。で俺は自分も編集者としてちょっと難しい現場に行かなくなってるとか、うん、雨が降ったりするともうコンサートに行かないとか、うん、ね、腰が痛いっていう理由をつけて映画に行かないとかっていう自分にちょっと嫌気がさしてた時期なんですよ。で俺は尾崎を復活させようと、その尾崎の復活を自分の編集者の復活に重ね合わせようと思ったんですよ。それでトレーニングメニューを書き、でアイソトープっていう会社を作り、紀藤に副社長を頼み、俺の部下なんだからね、角川商店の。でそれをして、で復活戦に挑むんですよ。もちろん須藤君には挨拶に、感動的だ、まあ、しゃべるとね。で田島さんも須藤君も全部ずっと協力してくれて、で始まるわけですよ。俺は何を言おうとしてんの今。いや何の話題でこの話になったの。再会ですよ、再会。いや再会、ヒルトンモデルのジムで、いや、そこにむしろ望んで入っていったっていう。まあそうですよ、そう、あ、だからバースです、バース、うん、でそう、これ言わせてくださいね、うん、で俺は、バースをができた時にやっぱり、ずっと見てきたわけだから、うん、もうこれを1位にならなければ復活にならないと思ったんですよ、うん、オリコンチャートが、でオリコンチャートも2日前ぐらいに分かるじゃないですか。で1位だったんですよ。それでヒルトンホテルまで行って、ロビーの館内電話で尾崎に電話をして、尾崎降りてこいって言って、1位だって言ったんですよ。それで切ったんですよ。そしたら尾崎が降りてきたんですよ。でバーで俺は待ってたんですよ。バーに来いって。尾崎が逆光を浴びてて、あの入り口の方から、であいつが降りてきても尾崎の形をしてないんですよ。それがバーに入ってくると暗いから逆光がなくなって尾崎の形をするんですよ。で抱き合って、まあ、ビールで乾杯するんだけど、そのバースはそれは忘れられないよね俺は。じゃあ須藤君は何枚も作ってるから。いやいや、僕もだから健丈さんが今言った、自分も病気して入院してる時に尾崎さんが来てくれて、それで早く出て一緒に作ろうって作ったのはバースだったんで、だからやっぱりそこで自分も再生したいっていうか、うん、同じような思いですよね。でちょっとしばらくだから、その彼が捕まったりとかそういうことも含めてね、ちょっと冷却期間があったんで、だから頑張ってやりたい。でもうそれこそ本当に1位を取ることが占めて、しかも2枚組だからね。2枚組だからね。2枚組で1位を取るってことは大変なことだったんですよ。でもレコード会社も一旦そうやってその法に触れるようなことをした人のものを一生懸命またお金をかけて宣伝するっていうことはなかなか難しいことなんだけど、でもまあやっぱり彼の才能をみんなやっぱりこうちょっとこう信じてるっていうか、だから
やってくれたんですよね。でまあそれでも本当に健丈さんはそのバーで抱き合ったっていうのはいいな、僕はそういうシーンは自分の中にはなかったんだけど、でも出来上がって本当嬉しかったですね。でも作ってる時は大変だったですけどね、あの自分で魔法瓶のお湯かぶったりとかね、まあ、やっぱり様子がおかしかったんですよ。でもまあでもなんか僕なんかだから田島さんに逃げるようなところもあったからね、こっから先ちょっとやってみたいななんかやっぱりイメージが、レコードの場合は音も大事だけどもちろんやっぱりこうどういうイメージにするかっていうのはすごく大事なことなのでね、ちょっと干渉剤なのかもしれないね。いや俺もあれでしょ、だから田島さんに愚痴を言って随分自分で慰められましたよ、うん、あとは紀藤が参加してからは紀藤に押し付けるっていう紀藤さんは何なんですか、その一番ずっと一緒にいられる才能を感じたのはやっぱりセブンティーンズマップで、なぜかっていうと I love you お前リルガール、街の風景、ダンスホール、僕、それが最後なんですね。でそれが大体16から17の本当にもうその時に彼は全部温めて、結局須藤さんと出会って須藤さんに渡して須藤さんが、お前まだ治ってないな、なんで？そんな照れなくていいよ須藤君、そうだよ結構治したと思いますよ、いろいろ死とか、そうですよね。でその話はいやいやでも本当にいやそれはアドバイスはするでしょう。いやすごい出会いだと思いますよ、やっぱり須藤さんと尾崎が出会って、いやいやそれはいいよその話は。そうですか、うん、いやもうそれはすごい感じました。それと田島さん、そして私の不肖の弟子ですけど健丈さん、もう素晴らしい、私の不肖の弟子の健丈さんって何だよ、不肖の弟子ですけど兄貴分の健丈さんって言わないと、俺の弟子みたいじゃないですか。20番の写真を20番の写真これ見ながら、20番バースの頃の写真が、いい写真がありますね。わーかっこいい、これかっこいいよね、かっこいい、これ本当かっこいいよね、本当にかっこいい。なんか、今で言ったら誰なんだろうって思ったけど、やっぱりいない。いない。いないですね。本当にいない。いや、こういう写真を撮れててよかったなと思いますよね。田島さん、ノーメイクですよね、もちろん。ノーメイクですか？ノーメイクですよ。髪も？うん。まあ、髪はスタイリストが入ってたかもしれないけど、うんね、そういう大げさなことはやってないですね、ただの黒いタートルだしね、めちゃくちゃモテましたよ。入ってないと思うけどね、うん、いや後に入って、いやいや、うちでグラビアやってた時入ってない、入ってない、いやもうね本当に美しいんですよ、多分一番男として26 25か、そうですね、ダンスだと。ちょっとすいませんけど CM 入ります。これはいいね。はい、はい、君は見直したよ、やっぱりなかなかのトーク力だよね、それでちゃんと奥が深いね、今日は、うん、今日はありがとうございます。本当に好きなんで。でも皆さんって今でも尾崎さんの歌聞かれるんですか？俺は聞かないです、一切なくなって。僕はね、実は放熱への証は未だに聞けないです。僕も聞いてないです。他は聞きますよく。須藤君どうなの、放熱への証？僕はもう仕事柄っていうか、まあ、一応あの奥様にいろんな権利許諾の窓口とか全部任されてるし、打ち合わせとかも必ず僕のとこ来るので、僕はもうあの聞かざるを得ないっていうと光栄があるけど、よく聞きます。あの彼の音はよく聞きますね。だけど放熱への証だけ途中から須藤君なしでやってるわけだよね。途中っていうか、まあほぼそうですね、はい、僕なしですね。僕なしだよね、はい、俺は放熱への証は聞けないね、うん、うん、僕も聞けない、聞けないです。で田島さんの放熱への証のジャケットは間に合ってるんだよね。え、間に合ってるって、間に合ってるっていうのはちゃんとやってるわけじゃん。はい、いやあれは不思議な話が田島さんあるんですよね。だからどういうの、えどういうのよ、またこれかよ。いやいや大丈夫。ちょっといいですか、ジャケット、じゃあ、はい、あれ、うん、こんな感じ、こんな感じ入ってるね、うん、ちょっと
やりましょうか。まあ最初のアルバムもこうやってシンクロするではないですか、うん、じゃあ最後のアルバムが放熱の証ですけど、これだけちょっとこれはあのアナログ版なんですけどね。うわかっこいい。すごい。まあこれラフを見せたんですよ。つまりこういうことすごく多いんですけど、ダックの場合ものすごく気に入ったんですよ。でこのコンフェッションってちょっと宗教の言葉にもありますよね、告白。コンフェッションっていう言葉があったんで、僕なんとなくこの写真を撮っていて、まあそもそもこれ草っぱらに寝転んで空を見上げてる写真を撮ってること自体が変なんですけど、これ最後の撮影なんですけどね。これ撮ってる時はこの十字架は切ってないんですか？ないですね。それでじゃあなんか十字架っぽいのに乗って寄せばいいのに、上になんか変な蓋みたいなの置いちゃって、ね、置いてあれ、ですからこれもちろんこれを見た尾崎くんがものすごい気に入って、もうこれ最高だと、自分が今作ろうとしてるアルバムので、これが採用されるんですね。ですから当然そんな予期せぬことですよ。まだ 2,3 ヶ月前の話ですから。これ中もちょっとアップできます。ちょっとこれ分かりづらいかもしれないですけど、結構雲が下の方にあるんですよね。ああ本当だ。で石板が僕気がつかなかったんだけど、オリジナルの枚数分あって、お手前に石があるんですけど、それ尾崎豊の体を突き抜けてるんですよ。ただちょっとまあそれは本当にそう考えればっていうことですけど、なんとなくインヘブン的な絵を作ってるんですよ。あ、なるほど。これ無意識なんですよ、もちろん。でこれもものすごく気に入ってくれて、もう最高だって言ってくれた。ですから僕は結局最後のアルバムまでデザインを全部やり通したんですけどね。決裂は何だったんですか？本当ね、実はこの時にこのタイトルの色を赤にしてほしいって言われたんです。あ、黄色じゃなくて、このちょっとオレンジっぽい、黄緑ですね。どれここにある黄緑ね。で、まあ、もちろん合わないっていうのもあるけど、まずもう結構締め切りが迫っていて、それはできないっていう話をしたんです。でもその時は納得してくれてたと思ったんですけど、後であなたには誠意がないということを言われてしまったんですけどさ、ここまで付き合ってきてさ、誠意しかない付き合いをやっててさ、あなたには誠意がないって言われたんです。言うのもすごい話でしょ。すごいですね。僕はもうとにかく最後4月に亡くなってから、2月に昔携帯がなかったじゃないですか。なんか家に電話したら、尾崎さんが電話欲しいって言ってるってんで、仕事部屋に電話したら、公衆電話でね、なんかお前それこそ様子が変で、俺の体で家まで建てやがってって言うから、お前の体で家建ててねえぞって言ったんだけど、もう仕事したくねえからって言って、何言ってんだよ、たま冷静になれよって言って、分かったって、何かあったら連絡してきなって言ったら、ちょっと沈黙があって、長い間本当にお世話になりました、ありがとうございましたって言ったんですよ、だからそこはもういつもの尾崎豊なんですよ、その言葉は。でもなんか要するにさっきの表現じゃないけど、うわーって言って、だから田島さんのその誠意がないみたいな話と一緒で、なんかあーくすぎよ。俺はね、須藤君、田島さん、きっと、あのね、俺の最後っていうのはね、記憶に間違いがなければ、俺と村上龍が飯を食ったっていうのは何かの拍子で彼に伝わったんですよ。でその前からちょっと不穏な感じはあったんですよ。なんか俺に対して気に入らないんだなっていうのを感じることがその2週間ぐらいずっとあったんです。で電話かかってきたんですよ。村上龍と俺とどっち取るんだって。俺もうね、その時、あ、もうこいつとはやめようと思ったんですよ。他にもいっぱい苦しんでたことがあったので、彼のことで、こいつはやめようって、分かったよと。俺はもう本当になんていうか投げやりな言い方で、やめようぜって切ったんですよ。それは最後でした、ただもう一回正確に言うと、電話がかかってきて、明け方、亡くなる3週間ぐらい前の明け方にかかってきて、今レコード会社と揉めてると、
で健丈さん新しいレコード会社を作ってくださいって健丈さんならできるでしょって言ったんですよ。で俺にできるわけもないしそんなこと。第一ああいうふうに決裂してて 何を今更言ってんだと思って冗談じゃないよって今思えば今から来いよって言ってやりたかったんだけど、だけど俺はそれを言わないかったんだよね。それで3週間後に亡くなられちゃったからすごい後悔しましたよ。だけど俺はあの時言えなかったのは当然だよなと俺思います。どれくらいあいつのために苦しんだかと、うん、とは思います。それだってそう思うだろう。いやでも、はい、奥さんから聞いたんですけど、それでみんなと縁を切ってたじゃないですか、でそのことはなんであんなことしたんだろうって言ってたって、うん、いやその亡くなる直前ですよ、うん、なんか要するにまあどういう言い方してか分かんないけれども失敗したなみたいなことは奥さんには言ってたらしいです。ああ、そうなんだ。それは言われました奥さんから。ああ、だからそれが本当の気持ちはだから要するにわーっとなってもうみんなを切ってったんだけど、またその孤独をもともと一人ぼっちの人だからね、なんでんなことしたんだろうと思ってるうちに、その健丈さんがさっき言ってたみたいな直接的にはそうじゃないかもしれないけど、そうやってるうちに本当にいなくなっちゃった。いなくなっちゃった、そんな感じしますね。でね、ドスゾウ君と田島さんと、まあ、俺は彼にとっては一番自分を甘やかしてくれる人でもあったんですよ。うん、だからこの人たちは何でも許してくれると自分を最後はという彼の目算があったと思うんです。うん、それがなぜか成立しなくなっていったんですよ。でもよく考えてみろよって今天国にいる尾崎に言いたいけど、あいつから全部切ってったんだからね。まあこっちから見れば難癖にしか思えないことで、まあ今更言ってもしょうがないんだけど、でも尾崎っていうのはそういう人だっていうのをやっぱりちゃんと分かってもらった方がいいと思うんだよね。だからこそ尾崎にあれだけ我を忘れて僕は没入できたし、みんなも没入できたんだと思うんだよね。そんな生バカなことでは自分の人生はかけられないですよ。人生の何分の1かをかけたって感じはありますか？ありますよ。俺なんかはあんまりそういうこと計算できないから、その時はもう尾崎一色でしたからね。じゃあ村上龍さんと会うのをやきもち焼いた時、村上龍さんと、いや そういうことがいっぱいあったからね。例えば吉川浩司と飯食ったりするのがバレると、バレるとか向こうが知ると彼女みたいなやっぱり焼き餅焼くわけですよ。その焼き餅の焼き方が尋常じゃないからね。こっちにこうなんかなんていうのかな、もう絶対絶命の選択を迫るからね。そんなことが、それ人の問題じゃなくても誰を取るとか何を取るとかっていうのは常にいつも絶対絶命の選択を迫ってきてたわけだから、もう耐えられないっていうふうに僕は思ったんだよね。写真ありますか？ちょっとね、笑顔の写真見ませんか？はい、笑顔の写真見ましょう。でも田島さん、このアルバムの17番を写真撮った時に最後に、なんか証明書の写真を撮ってくださいって。そうそう、でそれが家の写真なんですよ。こんな風に笑うんだ。そう、なんか珍しいですよね。でも尾崎らしいよね、これも。こんなイメージです。だからこのイメージもあるのよ、僕らは。そうですね。楽しい尾崎。楽しい尾崎がいるのよ。一瞬だけ。可愛いのよ。可愛い尾崎がいるのよ。こんなイメージない。そうだな。いや本当に必死に尽くしてくれる尾崎がいるんだよ。なんか黙り込んじゃいますね、こうやって見てると。喋れなくなっちゃう。本当にこんな写真珍しいですね。そうですね。でも結構笑ってる写真あるんですけど、実は出せないでしょ。実は尾崎君本人も嫌がったんです、うん、でもこの時のこの写真はすごく気に入ってたんですよね。でもやっぱりモノクロはモノクロなんですね。そうです、割とモノクロです。すごいね、両脇で泣いてるからね。多い人来た方がいい。私なんて会ったこともないのに。いやいや。
尾崎に自分を重ねるんだよ。泣いてんのか。いやいやいや、私がそうだよ。今でもなぜ多くの若者が尾崎を聞いて尾崎を求めるのかって言ったら、それは自分の人生の問題として尾崎が背負っていたものをちゃんと見通すからですよ。その通りですね。ね、人生の自分のだから誰もが人生の、通過点として絶対に尾崎みたいな地獄を味わうんですよ。それを敏感に、敏感に察知できないやつはうまく生きるんですよ。尾崎みたいにうまく生きられないやつもいっぱいいるわけですよ。それがみんな尾崎を聞いて心に染みるんですよ。そういう存在だよ尾崎はね。もっと泣きそうな写真を25番もうこれが本当に最後に撮った写真です。これがいい写真なんですよ。あ、これ最後、これが最後のカットなんです。これ僕大好きな写真です。これどこで撮ってるんですか。疲労です。へー、尾崎の場合本当にその辺りで撮ってたんで。いや、まあ思い出しますね。